美容学科1年の森花です。西条高校出身です。美容学科1年の山本美久です。西部高校出身です。美容学科1年の山本真奈美です。聖カタリナ高校出身です。今日は在校生インタビューに答えていきます。イエーイ。はい、私は姉が美容師で、その姉に対する憧れと、美容師さんは人を美しくすることができて、それに対する喜びを得てもらうことができるからです。川原ビューティーモード専門学校にはダブルライセンスを取得することができるという制度があるので、ここにしました。毎日充実していて楽しいです。休み時間は友達ともっといっぱい話したいので増やしてほしいです。好きな教科はメイクの授業が好き。自分がメイクするのが好きで、先生も大好きだからです。こんにちは、はい、メイクを担当してます田中です。慶応入試です。試験が面談だけだったので慶応入試を選びました。将来の目標を聞かれました。将来はさっきも言ったんですけど、ダブルライセンスの取得をして、幅広いジャンルで活躍できる美容師さんになりたいです。